北海道有友高等学校は北海道札幌市北区に所在する北海道が設置する公立の高等学校である。北海道有友高等学校は通信制課程、単位制による定時制課程、技能連携制度下での定時制課程を設置する定通課程のみの高校である。また、一般の北海道立高校では学校運営の基本事項を定める。 教育委員会規則、北海道立高等学校学則が適用されるのに、対し、有友高校は別に定める、北海道有友高等学校学則が適用される、ことから、北海道立高校の中では特別な位置づけが、されており、北海道全域の生徒を対象として、特別な形態で、高校教育を行っている。公明は、講師の原稿録である、論語の同士、 法有を得る楽しみを説く一説である子曰く、学児辞修の、ふまた説か、ありともじ遠方来、ふまた楽か、一とちしかも風運、ふまた君しか。こうし、論語学児に由来し、多くの北海道立高校の校名が地名を冠する、中、通信制高校の特性を考慮して、地名を冠しない校名となっている。百九十一年夜間定時制課程の、募集停止と同時に、 単位制課程を解説する。道内で初の単位制による定時制課程となる。単位性課程に普通科と事務情報科が置かれ、主要年限はそれぞれ3年以上6年以内である。大学の教育システムをモデルとして学年による区別をせず、I 部、2部、3部の3部制を採用して12時間開校を実現している。生徒はいずれかの部に在籍し、 一定の条件の下で、進度や興味に合わせて、各部で解説される科目を自由に選択して、時間割を作成し、それに基づいて、授業を受ける。また、自己管理、自己責任、自己申告という生徒指導方針の下頭髪や制服、服装等に関する拘束や制限は、基本的になく、陶下校完全フレックス制も導入するなど、生徒指導は、生徒の自主性を、 最大限に尊重しながら行われる。部活動も比較的活発であり、部によっては全国大会の出場実績もある。授業は生徒の学力レベルに合わせて同一の科目でも複数設置されており、生徒が自己の学力に見合った講座を自由に選択でいることを特徴としている。前期、後期に学期制で学期ごとに単位を認定。 また学校外学習を認めており、技能審査における単位認定、高校大学連携による単位認定、通信制課程との編集による単位認定、高卒認定試験による単位認定など、多様な単位認定を設けている。また、授業は広く一般人の履修を認めており、科目履修生や多校生の学校間連携も盛んである。 先進的な単位認定制度を有している。技能連携制度のもと、北海道内の高等専修学校と連携し、報告課題の添削指導などを通じて、高校教育を実施する。技能連携を行う技能教育施設は、苫小牧高等商業学校と北見、消化高等専修学校の2校である。ありがとうございます。